夢ラジオ第5973回今日は令和6年1月30日火曜日です時刻は午前1時月曜日から火曜日に日付が変わって1時間経った真夜中ここは南紀勝浦、紀伊半島ですねこんなとこに今日は来ています リスナーの皆さんもうお休みのことでしょう。私は夢ラジオです。和歌山県からお話しする今回の夢ラジオ。大村益次郎の平学こんなタイトルです。靖国神社の正門、そこに大きな像があって、その上に なんかお侍さんが立ってる見たことある人は多いでしょうあのお侍さん靖国神社の正門のところにあの上野の方を向いて立ってますよねあの方が大村益次郎昔は村田増六って呼ばれてたんですねこの大村益次郎を描いた柴良太郎の家臣花神花の神 これはもう、えー、っと50年以上前に50年以上ないか50年くらいかなその大河ドラマで放送されで今でもアマゾンプライム等では総集編という形で見ることができると思いますあれはいい作品ですよ大村益次郎をあの主人公とした大河ドラマ 花花の神、花神ですね。もちろんあれは司馬太郎の創作なのであってあの「花神というあの作品で大村を判断することはできないんですけどただ非常によく描かれているそれは間違いないと思います。長州藩の人で、 乱学が非常にできただから長州藩の中でも蘭学をまず学んだもちろん当時のことですから儒学とか漢学も学んではいるんですが最初にそのアルファベットに親しんだ村田蔵六はねでそのちょうど長崎で勉強したそういうあの梅田雄斎って人この梅田雄斎に長州藩でオランダ語の手ほどきを受け で、それからあの村田蔵六は敵塾緒方公安が大阪でやっていたあの敵塾ここでもあのメキメキとオランダ語そしてあの医学そして兵学この読解において頭角を表していたわけですよ。この敵塾っての塾 今の大阪大学医学部の源流なんですよ。半大医学部の、ね、源流はこの岡田公安がやってた敵塾なんです。でこの敵塾は蘭学をやっていたそういう塾でですから、まあ、医者もいっぱい出したんですがあの例えば福沢諭吉もここにいましたよね。橋本社内だってあのここの卒業生ですよ。という感じで政治とか。 あのそういう分野に進む人も敵塾は出したで今回の大村益次郎も、まあ、最初は医学医者もやってたんだけど医者として歴史に長残っていない兵学者ですよそしてね彼らよりも一世代上の世代に同じく蘭学者で渡辺崋山とか高野長英とか いたんで,すよでこの特に高野長英ですよねこの高野長英が日本の兵学この基礎を築きました「宅地域」ってやつですよ。でこの高野長英が宅地域あのこれはあの兵学の戦法タクティックですよね今の英語でいうあの戦術というか。 戦い方はどうするべきかとそれの翻訳をやっていたあと国防をどうするべきかこれを一世代上の先輩としてで大村益次郎村田増六ですよねこれがあのその後を引き継ぐ形になりました。で村田増六は結局あの江戸にも出て修行したりした後 長所に戻ってね医者やるんですよけど医者としての才能はなかった患者さんにお世辞一つ言わなかったというよりあまり人とコミュニケーションがうまく取れなかったですね大村マスイはだから医者としては泣かず飛ばずでけれどそんな彼の乱学これを時代がほっとかなかった当時はオランダ語ができるということが西洋の 合理精神を身につける唯一の方法だったからで宇和島四国のねあの宇和島ってあの愛媛の南の方にあるんですけど宇和島藩に伊達宗成っていたんですその解明的な君主が。でそこの家臣たちにこの村田蔵六ってすごい先生がいるぞというので呼ばれて。 で宇和島藩には当時二宮慶作っていうさっき話題に出した高野長英と鳴滝塾長崎の長崎の成田区地区で同門だったシーボルト先生に習っていたオランダ語をねあと医学をこの二宮慶作が宇和島で3回をやっていたんですよ。でこ,のここにシシーーボボルルトトっていうあのシーボルトが 長崎で娘ができたんですけどあの日本人の女性との間にね滝さんだったかあのでそのシーボルト・イネさんがお生まれになってそのシーボルト・イネもあの二宮敬策頼ってきた来てたりしてたんですよ。であの50年前のね大河ドラマ「家神」では。 この村田蔵六そしてシーボルとイネがこの宇和島でオランダ語を媒介として仲良くなってというそういう状況が描かれていますがあれが本当かどうか私は知りませんあれ多分フィクションじゃないですかねでしかもこの村田蔵六とシーボルとイネがなんかもう急速に親しくなって恋人同士になるとで村田蔵六は「いけんいけん」と長州には。 わしの妻が。おるんじゃが、とかなんとかっていう。こういう設定ではありました。だから二宮慶作って、すごいんですよ。それであのシーボルトが長崎に開いた、鳴滝塾って。あれ、すごいんですよ。その。鳴滝っていうのが、長崎の。外れの方にあって。あの市電で、でもね。市電で行きますよ。鳴滝。 最終地点でなかったかな確か自然鳴滝行きみたいなのが確かあったような気がしますよ長崎のねほんでその田んぼの真ん中みたいなところにドーンとあのシーボルトの鳴滝塾記念館が今もあってほんで高野町英とかがシーボルト先生に提出したオランダ語のレポートみたいなのあの展示されてますけどなんか几帳面で綺麗な字のねあのオランダ語が。 レポート残ってますよ若き朝鋭のレポートですねでその宇和島にいる間兵学の翻訳医学の翻訳そして伊達宗成に気に入られてで軍艦作ってくれないかって言われて蒸気船か蒸気船作ってくれないかって言われて。 作っっちゃったんですよその蒸気船の作り方みたいなあのオランダ語の本を取り寄せてねで大工さんと一緒にだからこの大村益次郎って人はこの頃まだ村田増六ですけど本で読んだ知識をね応用でできちゃうんですねこの才能は素晴らしいし私も語学の語学の先達としてこの大村益次郎はもう和菓子と。 高野英も「和菓子と」ともう思っているんですよ。で江戸に出て今度は教える側になりそしてこの江戸にいる頃にちょうど同じく江戸にいた同郷長州藩の桂小五郎と知り合いになりで桂からうちの門人に長州藩の門人に「 村田さんあのお願いしますと村田先生と教えてやってください蘭学をってうんで蘭学を教えたそうするとあの長州藩の方でも「こんなわかりやすい先生がいるぞと」とでね医者としては全然ダメで患者とのコミュニケーションも全然取れなかったんだけどやっぱあのオランダ語がすごかったのでで 語学って本当にすごい人がきちっと理解したらそれはものすごく分かりやすい翻訳が出来上がるんですよ。あなるほどこのオランダ語はこんなふうに日本語としてやればあのきちっと理解できるんだ分かりやすい分かりやすいと。英語でもそうですよ。本当にににに分かかっってているる人がが訳訳したら非常に分かりやすすなななはずなんですよそれが評判になって さっき桂五郎が「村田先生」と「今度は長州に戻って長州であの教えてくださいと」といつまでも宇和島藩に村田先生をこう預けておくわけにいきませんとただね別に村田蔵六は武士ではない医者だったので別に脱藩みたいなそういう話ではありませんあの。武士以外に脱藩は関係ないんですよ あでもねやっぱ武士に教えるってことでこの頃から村田先生、ね、あの桂小五郎がちょっと村田蔵六という名前じゃ困りますので大村真代郎でお願いします武士に取り立てますとしかし長州藩からは村田先生に対してこれだけのお金しかお渡しできないんですがあいいですよそれでっていうね私はいくらでも構いませんからこの名シーンもあの 歌あの村田蔵六おでこのおっきな村田蔵六を中村梅之助があの講演してましたねでこの時「村田先生!」って頼んでるあの桂小五郎米倉正金が頑張ってましたねあれはいいドラマですよあと高杉晋作を中村正利うん。 だから山形有朋を西田西田利行若き西田利幸あと伊藤博文を尾藤勲とかっていうねえっていうこういう面々でやってましたねあの家臣はね。さてそうしているうちにもう。 文の頃長州藩はあの下関を通る四国艦隊に向けて砲撃をしこれが文久3年1863年それでその翌年報復で下関を占領されまたあの同じく1863年に8月18日の政変っていうことであの長州藩が京都から追われてあと7人の 府家たちも追われてその翌年1864年にあの池田屋事件があってでその後あの長州が京都へ攻めてくるとそれを撃退する撃退されちゃったんですよ1864年これは現地元年ですよ、ね、だもう絶対絶命だった時にこの大村益次郎が長州であの 兵の訓練をやり始めたんですよ兵学とそして兵の訓練それで翌1865年これは慶応元年ですがこの頃から神山車中を経由してね坂本龍馬がやってた神山車中を経由してあの薩摩藩からイギリス製の銃最新式の銃が入り始めた軍艦も来た。その銃を使って そして高杉晋作は騎兵隊、これは身分関係ないんですよね。騎兵隊でこの騎兵隊といえば高杉晋作なんだけど、その本当の訓練をやったのは大村正次郎なんですよ。三平戦といってさっき高野町営でお話した宅地域ここに出てきますよね。あの近代戦のあの基礎で基礎ですよ基本ですよ。あの歩兵と砲兵と 騎兵とこの3つに分けてそれをあの号令とか太鼓の音であの何かの合図何でもいいから合図で一瞬に陣形を変えるっていうあと銃も立って撃つだけじゃなくてこう寝そべって撃つとかあれ相手にいけ相手に分け分かんないところから相手から見えないところから撃つとか。 こういうい状況、これね卑怯な戦法というふうにまだ幕府側の武士は思ってたんですよ。見えななないところかからら撃つんんて。だからもう時代遅れなんですよ。で、携帯はそんな関係ありませんからあと武士でもないんだけど銃の扱い方を教えるとあと馬の乗り方を教えるとあと砲弾の打ち方を教えると。 これでね1866年の第2次長州征伐この時にはあの4つの入り口ですね石州芸州大島小倉という長州藩の4つの,あのまあまあ口があったんですけど入る場所があったんだけどで大村益代は石州ですよねあの山口県の上の方今で言うと。 あそこで幕府軍はもう圧倒しちゃったんですよ。どっからら撃たれてるかかわも幕府軍も銃があったんですが長州藩は最新式の銃でもう射程距離が全然違いますからアウトレンジ戦法をやってるわけですよ幕府軍の銃がもう届かないところからガンガン撃ってくる正確に撃ってくるそしてそこであの出てくるあの歩兵と砲兵と騎兵は 非常に統率が取れている騎兵隊だったんですよ幕府は相変わらずですねなんとなく塊でドドドドドってやってくる要するにあの関ヶ原の戦いとほとんど変わってないようなあのそんなあの戦いぶりでしたからこの時長州藩あるいは大村益次郎隊と幕府の軍の間ではね 対10とか20ぐらいのそれぐらいの,あの戦力の開きが本当はあったはずなんだけどこっちは最新式ですから幕府側がどんどん投げ倒されあと大島口ではあの軍艦を使った高杉晋作の奇襲これが成功と下州口でも勝ったということで誰も思いもしなかったんだけど1866年第2次長州征伐は幕府が にあのやっつけられたわけだねその時に幕府側の、まあ、総司令官将軍の徳川家持が亡くなりで同じ年1866年の,あの暮れには高明天皇も亡くなりとで1867年には大政奉還そして 母辰の戦いが千八百六十八年からありますよね。で、もう長州藩の軍事の責任者は。大村真史郎ですよ。もう大村さんいたからこそ勝てたと、ありがとうと。もう桂小五郎が。大村真史郎の手を握って。あの。ねぎらうそのシーンが。家臣にも出てきますよね。それで。 母親の戦いこれは鳥羽伏見の戦いから始まってで江戸では将棋隊っていう幕府方があの上野の森上野の寛永寺に籠もって戦ってたんですよ。これ非常に強力な軍隊でこの将棋隊をどうしようとその時に大村真次郎は中心にはね将棋隊に攻める時の中心には 薩摩の方お願いしますとそして佐賀藩のアームストロング砲っていうすっごい大砲をあの時期が来たら撃ち始めてくださいと最初から撃たないでくださいとで殺兵の方々はまずあの主力をお願いしますその時に最後高森は大村ンと大村ンの作戦では我が殺兵が一番の被害を ポケモン層とかって一番強力な薩摩ジャケンお願いしちょるんですとかなんとか大村真四郎がねでこの時にその海江田信義ですよこの海江田信義と薩摩のね大村真四郎が喧嘩始めてその将棋隊への戦い方でもちろん大村真四郎の方が合理的な 戦いなんだけど。で、海江田信義が大村増四にやり込められて。で、結局薩摩の最後高森も大村殿にお任せ門曹って言って。あの大村増四の作戦が採用されたんだけど。これで海江田信義が非常に恨みを持ったとはよく言われますね。家信というドラマの中でも。この将棋隊へどう戦うかの戦略会議。 のところで大村真次郎が海江田信義に「あのあなたは戦を知らんと」とかって「何おはんに今何を言うた?」って,っておいが戦を知らんと」とかって海江田が激怒するそんなシーンがありますよね。ただしあの 大村の戦略は正しかった南から薩摩藩それで西からあの西と北から長州藩である時期が来たらアームストロング法佐賀藩があの忍ばずの池を越えて今の東大の構内に佐賀藩がいてあのて。 昔は加賀判定ですよね。あそこに佐賀藩がいてそこからバンバンあの撃ち始めたで東の方を開けておきましたからそっち逃げるじゃないですか将棋隊はだからあの逃げ口があったらね必死で戦わないんですよ戦ってほいでその一つ口を開けておいてそこで逃がすようにしてそしてその逃げる相手にそのまま 追いかければほあの殲滅できるんだけどそれもやらなかっただからどん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 逃げていったでしょ将棋隊はそのままだからこの辺はねあの大村松次郎の将棋隊の被害も最小限にしようというそういうまあ、思いやりというか配慮というかそれがあったで将棋隊が江戸の町に火をつけるんじゃないかっていうこの恐れが大村松次郎にはあったんですけど。 それも将棋隊できなかった昼間の戦いだったからだからアームストロング法が効いたんだよねだからその最初はねアームストロング法を打つ前はあのなかなか将棋隊も強かったですから薩摩兵と将棋隊の間で一進一退の攻防で「小村さんどうなってるんですかこの戦局は」とうちもやられておりますぞとかそういう声も上がるんだけど。 「さあもうそろそろ始まる頃だ」とかって言ってでバンバン大砲が火を吹き始めて「大村先生やりました」「小麦隊が今逃走始めました」「はい終わりました」とかこんな感じでしたよね。その後明治新政府になって。 大村益次郎は兵部卿という、まあ、軍の一番偉い責任者になるんですがこの時ももう武士から刀を取り上げてそして国民開兵国の守りは全員である身分関係ないこれ後に明治新政府これ採用しましたよねところが主に薩摩の西郷隆盛 そして大久保利通は武士から刀を取り上げることは何もはんとか何とかあのやっぱ士族の反乱を恐れたわけですね。だからなんか明治の陸軍県軍軍を作るっていうのはなんか山形有友っていうそんなイメージありますが本当は大村益次郎が提案していたんですよ。 ところが大村が倒れたのでまあ一世代若い山形がそれをやることになったわけだね陸軍の創設というのを。で大村真代はね自分の出た長州藩も含め長州藩そして薩摩藩の士族が実は明治新政府にとってこれから厄介な あの敵になるっていうふうに踏んでたんですよ。で、これ正しいじゃないですか？その後あの明治の？それこそ78年頃からあの様々な種族の反乱が起きるじゃないですか？秋月の乱とか神風連の乱とかで最終的に西南の駅ですよね。明治10年の。あれをね。大村末路は予測していてですから。 その薩摩だか長州だかでその士族の乱が起きてもそれを鎮圧できるように大阪に強力な新政府の部隊を作っとかなきゃいけないそれを自分が作りに行くと視察に行くとで桂小五郎がもうこの時既度行為になってましたけど「大村さん行っちゃダメだ」と「大村さん行ったら殺される」あの家臣でもあのもう必死で止めてましたよね。 いやわしが行かなならんのですとかってで結局京都にいたんですよね大村はその時に四角にやられてでその傷がもとで亡くなりましただからほとんど大村政次郎はね明治を見てないんですよで四角にやられてまだ一心一体でねあのちょっと良くなる時もあったんだけどその時も。 わしはこれまで多くの手術も手がけてきたが自分がされる側になるとこんなに痛いもんだとはっていうそんなセリフが大河ドラマでありましたねでやがて亡くなりましたその知らせを聞いてあの木戸公員が「大村さんだから言ったじゃないか」 この大村益次郎があの母親の戦いで倒れた兵士をこう鎮魂というか魂を鎮めるために東京昇魂社っていうのをあの九段に作ったんですね。ですから今靖国神社の正門には鳥居のとこですよね大村益次郎の姿が。 あるわけです